どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。まあ私はもともと麻雀店を30代の頃経営していて、そしてそのまま40歳になったんですけども、全然うまくいかなくってね、そこからネットビジネス、つまりアフィリエイトに転身して、それから YouTuber ですとかね、インフルエンサーになってきたわけなんですけども、私と同じようにね、やっぱり異業種からネットビジネスに参加して、で、うまくいった人っていうのは、まあこれまでも紹介した通り、次から次へと出てくるんですよ。もちろんね、生活保護から大金を掴んでいくっていう道もありますし、それからね、先日お話した、まあ広島のヤクザから、まあ生活を立て直して、ヤクザ、構成員を抜けてですね、まあご両親と和解したっていう例もあると思います。それから、まあお金貸しとかね、で、私と同じような麻雀打ちから、自分の元通りの暮らしといいますか、新しい暮らしに入っていった人もいるんですね。で、今回紹介するのは、キャバクラのキャストさんです。まあ、20代の若い、女性がですね、それまでの人生をこう切り替えて、新しい人生に、まあ、自分をね、持っていくときに、やっぱり経済的基盤っていうのがすごく大事なんですよね。で、キャバクラのキャストさんっていうのは、やっぱりね、30代とか40代で、20代と同じように勤まるものではありませんから、やっぱ賞味期限が短いんですよね。で、それを自覚して、20代の前半で、このアフィリエイトっていう世界に入ってきた。そんなエピソードね、プライバシーに、ちょっとこう配慮しながら紹介したいと思います。今回も、物語の形式を持ってね、お伝えしますので、ちょっとまとめたメモがありますので、こちらの方を読まさせていただきます。広島にお住まいの方で、ツイッターアフィリエイトで人生をやり直したということでございます。まあ、ツイッターだけにフォーカスしてますけども、他の道でもいいんですが、今回はね、ツイッターアフィリエイトでうまくいった人を中心に取り上げております。時は2014年、広島市です。20代の、今回、レイミさんというふうにさせていただきます。レイミさんは、地方都市から夢を叶えるために、広島市内に移り住んで、キャバクラで働き始めていたということです。しかし、華やかなイメージとは裏腹に、生活は想像以上に厳しいものだったと聞いております。で、給料も大してもらえないと。長時間の勤務、そしてお客さんからのね、心ない言葉を浴びせられることもあって、次第にレイミさんは心身ともに疲れ果てていくっていうことだったと思います。まあ私もこのレイミさんね、少し関わりがあったんで、だからこうやって今ではね、お話できるんですけどもね。で、ある日、レイミさんは偶然、ツイッターアフィリエイトっていう副業の存在を知ったわけなんですよ。これは私が知らせたわけではありません。で、最初は半信半疑だったレイミさんなんですけども、アフィリエイトっていうね、時間や場所に縛られずに、自分のペースで働けるというところに魅力を感じて、挑戦しようというふうに決意したらしいです。で、試行錯誤の末、成功の道が開かれた。それはどんなことがきっかけになったんでしょうか。最初は当たり前ですけども何もわからずに、このレイミさん、独学で勉強を始めました。試行錯誤しながら、まずは記事を書き始めて、ブログアフィリエイトをやっていたらしいんですね。まあ、アフィリエイトの王道ですよ。しかし、やっぱり思うように、独学では成果が出なかったってことなんですよね。何度も挫折したそうです。で、時間だけが、過ぎていく中で、偶然アフィリエイトのコミュニティに入っていたことがあったらしいんですよ。で、そこで同じように苦労している仲間たちと交流して、情報交換とかアドバイスを受けることで、なんとかモチベーションを維持して、もう一回やってみようかなと。どういうふうに記事書こうかなっていうふうになっていったらしいんですよ。で、さらに、それからしばらくして、レイミさんがその時、から数えて数年前ですよね。ですから2013年とか2012年頃だったと思うんですけども、レイミさんを指名してくれた、速稼塾の久保哲郎、私ですよね。まあ、久保っちって当時呼ばれていたんですけども、久保っちがその後ね、キャバクラに来なくなったのは、速稼塾というアフィリエイト塾を始めて、そこでうまくいってるからだっていうことを、そのアフィリエイト仲間からね、聞いたらしいんですよ。で、速稼塾という、なんか、その、くぼっちが始めたアフィリエイト塾は、結構ね、有名になったんだよ、っていうふうに、人づてに聞いて、私のことをね、あんまり強く覚えてなかったらしいんですけども、そんな人いたんだ、って感じで、
思い出して私の方に連絡を取ってくれたんですよね。だからそれが2014年のことだったんですよ。ですんで多分ね、それから数えて3年前、2011年ぐらいに私が何回かレイビーさんのお客さんになったっていうことだったと思います。まあ、当時私もね、掛け持ちで何店舗も行っていたんで、それこそキャバクラのはしごをしていたんで、ちょっとレイビーさんのことはよく覚えていなかったんですけども、でも速稼塾に入りたいってことで、当時の私の三河町の事務所に来た時にね、袋町公園前の事務所に来た時に、あ、なんかどっかであったかもしれないなっていうふうには思いましたね。ただその時は私がお客さんではなくて、このレイミさんが私の入塾希望生お客さんってことだったんで、あ、昔キャバクラで会いましたよねなんてことを言わずにね、まあ、真面目にアフィリエイトと速稼塾のご案内をしたってことになります。でレイミさんはすぐに速稼塾に入塾していただいて、その他の塾生さんの支えも受けながら少しずつ成果を上げていきました。当時速稼塾では毎週のように、セミナーをやってまして、私の自宅の個別っていうのは毎日だったんですよね。まあ、ですんでね、レイミさんも他の塾生さんとかと一緒に関わることが増えていって、そしてセミナーとかでね、レイミさんのことを紹介するケースも出てきたんですよ。で1年ほどで月に10万円前後をコンスタントに稼げるようになったと。その時にやったのがツイッターアフィリエイトだったんですけどもね。で、安定した収入をそこそこ得たこのレイミさんなんですけども、キャバクラの勤務日数を徐々に減らしていって、で、アフィリエイトにかける日数を少しずつ増やしていったっていう形を取りました。で、アフィリエイトに専念することを決意したのはその頃なんですけども、ネットビジネスの活動を続けていく中で、他の塾生さんと知り合うことがありました。まあこれは今までのコミュニティで知り合ったっていうこととは意味が違ってですね、10歳ほど年上の方で、私の塾生さんで公務員の方がいらっしゃったんですけども、その人と一緒になる機会が増えていって、だんだん、まあ、恋焦がれる関係になったんですよね。で、一緒に新しい生活を始めようかってことで、まあ今ではね、もうご結婚されているということになります。で、苦難を乗り越えて幸せをつかんで今暮らしていると思うんですけども、結局ね、今回もレイミさんはツイッターとアフィリエイトを組み合わせたことによって成功したんですよ。最初はブログアフィリエイトだったんですけども、記事のボリュームとか SEO 対策とかっていうのでね、アルゴリズムに随分振り回されたんですけども、ツイッターアフィリエイトの私のノウハウを使うことによって人生を大きく変えたってことになります。で、苦しい生活だったんですけども、20代のうちにね、それを乗り越えて、今はもう30ちょっと前、25、6、まあ、ちょっと年齢はっきりと分かんないですけどもね、まだ30は超えてないと思います。全然28にもなってないと思うんですけども、25前後だと思うんですけどもね、うん、充実した日々を送ってるそうです。で、旦那さんが30半ばぐらい、はっきりとした年齢は分かんないですけども、結構いいバランスのカップルだったんじゃないかなと思います。何度かお話ししたんですけども、その方、お二人とね、私とで。うん、やっぱり私も年の差、恋愛、年の差結婚ですから、まあそういうふうに、年の差、恋愛と年の差結婚に入っていきたいということでね、少しだけそこもね、お話したことがありましたけどもね。で、こういったレイビさんみたいな、キャバクラからインターネットビジネスで一山当てて、まあでもね、1億2億稼いだわけじゃないんですよ。本当になんか月に10万とか15万とか、そのぐらいなんですけども、でも、レイミさんの生活とのバランスを考えたら、今むちゃくちゃいいみたいですけどもね。うん、キャバクラでもね、結構ね、30万、40万の月収あったらしいんですよ。でもやっぱり経費がかかりますんでね。お客さんをつなぎ止めるためには、自分でもちゃんとお客さんのお客さんになりに行ったりとか、交際費をかけたんだけども、常連になる人は少なかったりとかで、ね、なかなかね、厳しかったみたいです。でもほとんどのキャストさんは、美貌に恵まれて若くても、本当にそんなもんなんですよ。本当に華やかな割には苦しい暮らし、まあそういったね、光と闇がある、そんな世界だと思います。どちらにしても20代でその世界に入ったとしても、早くね、いわゆる上がっていかないと、25前後から急速に求められていくことはなくなりますんで、今回レイミさんはその危機感に気づいてね、早めに転身を図って、なんとか今の暮らしを掴んだところでは、私もね、関われてよかったなと思います。で、努力をすれば必ず報われる
かどうかわかりませんけども、いつも言いますけども、やれば何かが残ると思うんですよ。レイミさんも、まだね、ご自身の月収をそこまで安定させてない時に、今の旦那さんとね、出会って一緒に頑張っていこうってことで、こう、意気投合したのかなと思います。まあそのね、旦那さんもね、まあ公務員って言いましたけども、結構ね、恋愛にはものすごく疎くって、まともに付き合ったことがないまま、30を過ぎてしまったって言ってましたね。まあですんで、レイミさんの頑張る姿、そして、速稼塾という同じくくりの中で、信頼関係を築くことは、結構そんなにね、難しくはなかったのかなと思います。まあ、レイミさんも結構ね、硬い人、生活が硬い人を求めていたんで、そこに合致したってことなんじゃないかなと思います。はい。では最後にね、レイミさん自身がまとめている、レイミさんの成功の秘訣をお話ししようと思います。一つは、諦めない心。ね、これは私も何度も何度も言ってたことなんですけども、諦めて成功したことはないよと。諦めて成功する人はいないんだからねっていうのが印象に残ってたそうです。レミさんは挫折するたんびに他の道から夢に続く道を選んでいったってことらしいです。二つ目の継続力です。毎日コツコツと記事を書き続けることでスキルと成果を上げていけるっていうふうに信じたそうですね。三つ目はこれが一番大きかったと思います。仲間との交流です。アフィリエイト仲間のコミュニティに参加することで、アフィリエイトで力を支えてくれる速稼塾ってものの存在を知って、それ以外は、強力なコミュニティとか、アフィリエイトにものすごくね、能力の長けた人には出会えなかったそうです。ですので、情報交換とかアドバイスする場所、こういったところに出かけていくっていうことで、モチベーションとチャンスを維持できたっていうふうに、言われてましたし、私もね、当時、速稼塾、雑誌に出たりとか、取材を受けたりとか、ガンガン売り込み中だったんですよね。で、東京では、私の入っているネオヒルズクラブが、テレビメディアにね、どんどん出ていましたんで、だから、あそこのテレビに出ているネオヒルズクラブの、私は広島の代表の塾生ですよ、ってことでね、売り込みやすかったってところがあります。まあそこに、塾生さんもモチベーションが維持できたのかなと。他に行くよりは速稼塾にいた方がいいよっていう風に感じてくれたんだと思います。はい。そして最終的に今回の動画をまとめさせていただくんですけども、人生にはね、どんな方でも、まあ、上り坂も、下り坂も、向かい風も、本当に苦しい時期もあると思うんですよ。でも、その時に自分の何を生かすかってことを一つずつ試していくと、突破口っていうのは見えていきますし、とりあえず取り組み続けていたら不安な気持ちに打ち勝つことができるんじゃないかなと思います。じっとしていれば確かに何も起きません。そして不安は大きくなるばかりです。何もしなければもっと不安が大きくなります。でもとりあえず何かをやっていればそれがどこかに続くかもしれないという希望になってくるんじゃないかなと思いますね。私はレイミさんとのこうやり取りを通じてね、今回この動画をまとめるにあたって、そんなことを改めて感じましたね。だからまさにね、私の方がね、塾生さんからいろいろと教えられているような気がします。特に、苦難を乗り越えて成功したいろんな方がね、私と対談する中で、確かにみんなこういうふうに変わっていったんだなっていうふうに励まされますね。はい。レイミさん、今回もレポートに付き合っていただきまして、ありがとうございました。そして、お幸せに、これからも、よろしくお願いします。